皆さん、こんにちは。朝日新聞の秋山紀子です。あれと思った方いますよね。そうなんです。普段は MC を神田記者がしているんですけれど、今日は私、秋山紀子がさせていただきます。で、何をやるかと言いますと、えー、お恥ずかしながらですね、私、世間様に遅れること1年余りでございますが、今、ハマっているのが、愛の不時着なんでございます。今、3週目です。それでですね、 まあこれ本当に見て人生で良かったなと思っているんですけど見るたびにこれ北朝鮮のこの社会とか人たちって本当にこうなのかなって思うことばっかりで周りの不時着ファンに聞いてもみんなそう言うんですよそこで今日はですねはい私1回目ということでこの方にゲストに来ていただきましたあ朝日新聞の記者をしてます牧野と申しますよろしくお願いしますはい、えー、国際報道部の朝鮮半島の専門家 牧野義弘記者です。それから、普段 MC をしてくださっている神田さんにも来てくださいって来ていただいてますよ。どうもよろしくお願いします。単純,単純にあの時間を見るだけ,だけに来ましたけれどもね。今日、は秋山さん、MC ということで、大変期待しております。よろしくお願いします。はい、では、牧野さん、もう少し自己紹介をお願いします。はい、えー、私はですね、えー、朝日新聞には1991年に入りまして。 え最初はあの地方記者で入ったんですけれどもあの会社生活間違えてですね途中から政治部の記者になりましてで会社の,あのオーダーであの朝鮮半島に留学しろとであの朝日部の政治部の記者ってプライド高い人が多くてですねみんなの北京とかワシントンにばっかり行きたがってソウルに行きたいっていう人が誰もいなかったのであの地方記者出身であの当時、そのうだつと分からなかった私にオーダーが来てですね で1999年から1年間留学しました。 でその後もずっと忘れたかなという頃にですね、えー、と首相官邸の記者をやってた頃に、また声がかかって、2007年から5年間、えー、とソウルで取材をしました、でその後また戻ってきて、えー、東京とワシントンに少しずついたっとに、えー、と今度は2015年から今度は3年半、またソウルにいてですね、で今はあの国際報道部の窓際で、あの不良老人と言われながら、記者をずっと細々とやってるところです。ですからまあ 他の方に比べてちょっとだけあの朝鮮半端のことは知ってるかなというぐらいの記者ですけれども今日お付き合いしていただけると嬉しいですはい牧野さんありがとうございますこんなふうにおっしゃってますが牧野さんには多くの伝説がございましてですね <laughs> まあ、取材が深い私ですね恥ずかしながら女子プロレスが大好きなんですね。であの日韓女子プロレス交流っていうのを前調べていてでどうしてもあの北朝鮮で間違えました韓国の引退した女子プロレスラーに会いたくていろいろ調べてあの東京の,あの韓国領事館にある韓国の体育協会なんかでも行ったんだけど何にも分からなくて。 それで牧野さんにですね、牧野さん、もうなんかなんか手がかりありませんか、なんでもいいから、もう知り合いの知り合いの知り合いの知り合いぐらい、なんか手がかりありませんかとお尋ねして、ちょっとして牧野さんに、はいって渡されたのが、本人の携帯番号、もうその説は本当にありがとうございました、<laughs> 牧野さん楽しかったですね、あの時焼肉一緒に食べて。はい、もうおかげさまで、私の憧れの,あの韓国の、えー、伝説の女子プロレスラーに会うことができました。 というわけで前置きはこのぐらいにして本題に入りたいと思います今日は教えて牧野記者愛の不時着三十の疑問です <laughs>、はい、ではそもそも、えー、全体の話なんですけどこの愛の不時着あんまご気になってらっしゃる方はまあよくご存知だと思いますがそもそもヒロインがパラグライダーで、えー、韓国から国境を越えて北朝鮮に不時着するという筋書きなんですが でこ,ういうこの設定がそもそもありえるのかというつまり、えー、ドラマの中ではエンジンを使っていない人力のパラグライダーだからレーダーに引っかからないだからこんなことが起きたというふうに言っているんですけどそこはどうなんでしょう牧野さんどう,いうどうですか北朝鮮の防空体制っというのがどうなっているのか分からないんですけど北朝鮮の空軍ってあの 空軍、えー、防空軍という言い方をしてて、要するにその防空にすごく力を入れてる軍、あの軍なんですね。で、あと、あの、これはその北朝鮮が考えている、あの、 韓国に侵入するやり方の一つとしてあのまさにそのパラグライダーのようなです、ね、軽飛行機を使って、えー、韓国に侵入するっていうことを彼らは考えていることがあるんですね。でそれはあの過去北あの韓国の情報部の人に教えてもらったんですけれども、えー、アンドノフっていうあの非常にあの小型のです、ね、飛行機をたくさんその北朝鮮軍が全身配備をしていてで韓国の中で何でこんな古い飛行機をいっぱい配備してるんだろうって議論に。 になって調べたところその要するに非常にその木製木をいっぱい使ってるし低高度で飛べるのでレーダーに引っかからないでえ韓国にそれで侵入するつもりじゃないかっていう話になってで韓国は大騒ぎになってですねあの高速道路の えー、照明灯と照明灯の間とかあとゴルフ場の,その照明灯と照明灯の間とかにピアノ線をいっぱい弾いてですねあの飛行機が降りてこれないようにしたっていうことがあってで韓国軍がそういうことをやってるということなので当然、北朝鮮も同じようなことをやってると思います。で 北朝鮮はそのあんまりその機械化されてないので韓国軍はその南北軍事境界線沿いにその熱源の監視装置だとかあのカメラだとかそういうものをいっぱいつけてるんですけども、まあ、北朝鮮がやれることっていうとだいたい地雷をいっぱい埋めておいてあの人が入ってこないようにするってことはできるんですけどもあのレーダーについてはあんまりその性能も,あも ししたことないですし基本的にその人力で見ているのであの夜中、真っ暗な時に、あに気象条件によってはあの不時着できるかもしれませんけど多分不時着してもそのさっき申し上げたようにいろいろトラップをつけたりその飛行機が簡単に降り,れ降りられないようにしているのであの侵入することはできても着陸するのはかなり難しいんじゃないかなと思いますよね。なるほど 最初の質問からあ本当、牧野さんに聞いて,聞いてよかったなって私、しみじみ思ってるんですけれども、まあ、つまり、まあ、物理的には不可能じゃないっていうことですよね、しかも着陸が今、不可能かもっておっしゃったんですけどなぜ着陸できたかっていうのはこれはね、あのこれご覧になっている人はわかるのであだから大丈夫だったんだっていうのがすごくここで加点がいったと思うんですね。はい ありがとうございますえ続きましてはですね、北朝鮮の社会生活え、ライフスタイル編に行きたいと思います。えー、ヒロインが、えー、北朝鮮の村に最初たどり着いたとき、朝になって、えー、村,村の人々が、ま、体操というか、ダンスというか、ですね、ま、朝のラジオ体操みたいな集団体操をしてたんですね、これって本当にあることなんですか あの集団体操をしてるっていう話を僕聞いたことないんですけどまああの北朝鮮基本的にあの全体主義の国なのであの集団で何かをするっていうのは好きな国なんですねで例えばあの選挙だとかあの大きなその労働党大会だとか大会ごとにあの祝賀のその 要するにフォークダンスをですねみんなであの広場で踊ったりとかということもやりますしあと北朝鮮の人が割と好きなスポーツってあのバレーボールが好きなんですけれどもあの職場ごとにですねバレーボールであのまあ一種の福利厚生であるとともにその集団生活に馴染んでもらうという意味でやったりすることがあって昔あのアメリカの研究機関がですねあの北朝鮮の各施設で えー、バレーボールをしている人たちを衛星写真で撮って北朝鮮が偽装活動していると大騒ぎしたことがあるんですけど北朝鮮の人にその話した大笑いしてそんなの,あのどこでもやってるよとはでアメリカ人は北朝鮮のこと分かんないから珍しいと思ってるだけだろうと,と言ってましたでちなみに北朝鮮はだからやるのはバレーボールが好きで見るるのはサッカーが好きですなるほど確かにあの最初にあの村の人たちがしてた体操ってフォークダンスにすごい似てました。うんああ やっぱそういういいことななのかもしれないですよねあと同じ集団シリーズでいうと子どもたちが一緒に朝集団登校してたんですけど、まあ、これもありそうなことなんでしょうかえっとです、ね、北朝鮮の子どもたちあの学校ってすごくちょっと複雑で,です、ねあのまあ、基本的に北朝鮮はあの小学校、あの中学校、高級中学校ってあの日本と同じような義務教育制をとあの取ってるんですけれどもあの北朝鮮 で悪い国でその教育は無償ですと言ってるんですけれども、確かにあの教育費はタダなんですけど、その施設とかです、ね、あの教材費とか、そういったものは自分たちで賄わないといけないんですねで、先生は公務員なので、先生の給料も親が出してやらないと、公務員の給料って基本的にあの食べていけませんから、だから親、御さんや子どもの負担っていうのはすごく大きいんですね。 だから私、昔、先生をやってた脱北者の人に話を聞いたことありますけどすごいかわいそうでその子供にですね小さい子なんてはあの明日何を持ってきなさいとかって言うと忘れちゃうのでその子の,その手のひらに書くんだそうですねあの明日そのジチョーク10本分あの市場で買ってあの持ってきなさいとかそういうことを書かせたりして。 であと、基本的に制服みたいなものがあるんですけどだんだん北朝鮮で最近その貧富の格差が激しくなってきてあの大体お決まりの小学生の制服として白いシャツに赤いネッカチーフっていうのが定番なんですけどその見る人が見るとものすごくその粗悪品の制服と高級な制服って分かっちゃうんですね。でそういういいろろんなところでで負担があるので その親御さんが負担に感じて子供がを学校に行かせなかったりするケースがあるわけですねで子供も行きたくないしそういう嫌な思いをするので,でもちろんその給食なんかないのでそのお弁当を持ってくるわけですけどその食べれない子はその戦後間近の日本みたいに運動場でポツンと待ってなきゃいけないとかだからそれがあまりにかわいそうなので基本的に一回家に帰して家でご飯を食べて戻ってくるっていうことをしてるケースもあるみたいですけどそういうようなことがあって。 まあ、もちろん集団登校なんかもあるんでしょうけどあのみんなが楽しくその学校に行きましょうっていう雰囲気じゃないわけですよねだから、あのー、そういう中で行く子もいれば行かない子もいるそういう世界なんだと思っていただければいいと思いますね。ななるほどあの。ドラマでは村の子どもたちはみんな仲が良くて、 でまあ、貧富の差も、まあ、あの親の,その職業の差によって、まあ、立場の違いはあってもそこまでの貧富の差は描かれてなかったんですけどやっぱそこら辺は結構美しく描いてるのかなという感じですね。そうするとねそうですね。はい、ちょっということですか、ね、あの集団体操とか集団登校って話ですけれども日本もありますよねつまり集団体操ってラジオ体操って集団体操だし僕学校でも小学校でやってましたあ名古屋出身なんですけどあと集団登校も名古屋はやってましたけどそれ で例えば秋山さんとかって日本ですよね日本で,、ね、日本でやってなかったですか日本の千葉県ですけどやってなかったです、ね、あやってないんですね,ですね結構地域によって違うんですかねうん、うん、牧野さん韓国だとどうですかそういう集団投稿とか集団体操とかやらないですか韓国はですねうん投稿ってあの韓国はどっちかというとあのあのちょっと韓国もいびつねすごい競争社会なのであの 塾がメインで学校はそういうものみたいな生活をしてる子が多くてですね多分学校はバラバラで行くんでしょうけど学校が終わった瞬間にその時間になるとその学校の前に黄色いバスがいっぱい止まっててみんなそ,こにのそのバスに乗って塾にわーっと行ってですね で、塾が終わる頃になると今度は親が迎えに行くとか要するに10時ぐらいまで塾で勉強してますから、まあ、あのバスが出してくれるところもありますしだからそういうちょっと違った形での,その,通あの通学形態というかですね、ちょっと変わってるっていうかかわいそうだなと思って見てたことがありますね。 もう全然と同じ国だったのに全く違うわけですねねそこら辺は、ねまあ、韓国はあの中学生とか高校生に対してあの先生があのこの時間はお前の人生から削り取れって言いますから<え><の>どういうい意味ですかあ要するにその、うん、じ楽しもうと思っちゃいけないってわけですよねもう小学校高学年になったら夜11時とか12時まで勉強してますからうちの子供とか絶対無理って言ってましたけどそういうのを見てて。 なるほど、まあ、ちょっとこの話もっと聞きたいんですけどそうすると全く話があの別の方向に行ってしまうのでちょっとあの話を元に戻しまして。<music>